ビークのマゲローネによるロマンス作品33はドイツの作曲家ヨハネス・ブラームスが作曲した唯一の連作歌曲集である。ルートビヒティークの小説美しきマゲローネとプロヴァンスのペーター・ハクシャクとの不思議な恋物語に含まれる15編の詩に付曲したもので歌曲分野におけるブラームスの代表作の一つである。 原作の美しきマゲローネは古くからヨーロッパ各地で知られた物語であり、ドイツでもティークが1797年に発表した民族童話集に収められた物語の一つとして19世紀まで愛読されていた。ブラームスも幼い時から本作に親しんでおり、1847年から48年にかけて父の友人であるギーゼマン家に滞在していた時に、 ギーゼマン家の霊場であるリーシェンと共に本作を読んでいる。その後、アガーテ・フォン・ジーベルトとの婚約破談後の1861年に、すでに結婚したリーシェンと再会した折に、ブラームスは二人の人生の変化と関連して波乱に、飛んだ人生を送るマゲローネとペーター・伯爵の物語を思い出し、本作の作曲を思い立った。作曲の開始は1861年の夏で、 ハンブルク近郊のレイジング・プジンの緑に囲まれた静かな家に滞在している間にブラームスは本作に着手している。1862年5月までに最初の6曲と第13曲が書き上げられており、全体の完成は作曲開始から8年後の1869年である。出版はリーター・ビーダーマンからで、1865年9月にまず第一週と、 第2週の6曲が、そして1869年12月に、第5週までの残りの9曲が出版された。ブラームスの親しい友人で、バリトン歌手のユリウス・シュトックハウゼンに検定されており、シュトックハウゼンによって完成した曲から順次、初演された。ロマンスというタイトルで強調される通り、本作は、ブラームスのより以前の歌曲と比較して読書をターた,た。 あるいは情景的楽曲に接近しており、様式的な差異が認められる。シューベルトやワーグナーの影響を指摘する声もある。それでも、変装の原理を応用した、処方、ピアノの火星特に低声部の扱い、控えめな対法といった、ブラームスの特徴的な様式は保たれている。本作は、ティークの小説に含まれる忍みに付局したものであり、原作の他のテキストは含まれない。 そのため、この歌曲単体ではストーリーを追うことは困難であり、ナレーターによるテキストの朗読を伴うこともある。若きプロヴァンス伯爵ペーターは、父親が開催した騎士トーナメントの折、諸国満遊してきた歌い手に外国を回り、見聞を広げるように進められる。そこで外国へ旅立つ意志を固めたペーターは両親を説得する。母親ははじめ反対したものの、 ペーターの決意を知ると三個の指輪を与え、愛する女性に与える許可を出す。父親の祝福を受けて一人旅立ったペーターは、生きようよと古い歌を口ずさむ。やがてナポリにたどり着いたペーターは、美しいナポリ王女マゲローネのこと、そしてよりよく当地にてマゲローネが臨席する騎士トーナメントが開催されることを知る。ペーターは、美しい銀の鍵を兜につけ、 身分を隠した状態でトーナメントへ出場する。そして見事に勝ち進みみなの賞賛を得るが、謙虚に自らの名前や身元を被したままとする。その姿に見とれたマゲローネは、遠席にてピーターと会話し、自らの元を尋ねるように言う。遠席からの帰り道、マゲローネ美名の美しさに惚れ込んだペーターはマゲローネへの思いを歌う。マゲローネは、自室で、 ペーターへの恋心を思い悩み、ウバに相談する。ウバは、姫が見ず知らずの者へ恋心を寄せたことに驚いた。ものの、マゲローネの思いに心打たれ、姫の言葉に従い騎士の名前を調べることを約束する。翌朝ウバが教会を訪れると、普段の騎士がお祈りしているところであった。マゲローネの気持ちを伝えられたペーターは、自らが高貴な家の出であることだけを伝え、 母から受け取った指輪の一つを渡し、それを姫に渡すように乳母に言う。曲げるおネの元に戻った乳母は、ペーターの言葉を伝え、ペーターから受け取った指輪と洋皮脂を渡す。その洋皮脂にはペーターが、自らの気持ちを読んだ詩が認められていた。その死に心打たれた曲げるおネが指輪を紐に通して、首にかけて眠りにつくと、カノキ氏が曲げるおネの指に指輪をはめる夢を見る。 やがてペーターは再び教会でウバと愛王女の様子を聞いて喜ぶ。そして第二の指輪をウバに渡す。ウバは直ちにマゲローネの元に戻り、指輪を渡す。それは、マゲローネが夢で見たものと同一の指輪であった。同時に渡された、洋騎士には、やはり、ペーターの愛の歌が書かれていた。翌日教会で、ペーターに会ったウバは、騎士を信頼し、翌日、 マゲローネと二人きりで会う場を設けるという。それを聞いたペーターは、呆然とし、自宅へと帰ってからも、期待と不安でいっぱいだった。翌日、起床したペーターはこれから姫と会うことを思い、落ち着かない心境を、竜と片手に歌う。約束の時間に、秘密の通路を通って、ウバの部屋を訪ねたペーターは、そこで、マゲローネと再会する。愛を確かめ合った後、 ペーターは第三の指輪をマゲローネに捧げる。別れの時間が来るとペーターは自室へ戻り、幸せに浸りながら竜トを手に歌う。しかし、ナポリオーはマゲローネを別の貴族と結婚させたいと考えており、再び騎手トーナメントを開催する。マゲローネと王世していたペーターは、ナポリオーの意向から逃れるため駆け落ちしたいとマゲローネから告げられる。 その言葉を受け入れたペーターは、駆け落ちの準備を進め、実質で、馴染みのリュートに対しても別れの歌を歌う。その日の夜、マゲローネとペーターはひそやかに出立し、海の近くの森を進んだ。翌日の朝に二人が駆け落ちしたことが、明らかになると、ナポリオは追手を差し向けたが、二人を見つけることは、できなかった。ペーターとマゲローネは幸せに浸りながら進んでいたが、やがて、 マゲローネが疲れるとこ陰で休むこととし、ペーターが子守歌を歌う。ペーターは眠るマゲローネの胸元に赤い包みがあることに気づき、その中を見ると彼がマゲローネに渡した三つの指輪であった。それを見てペーターが感動に浸っていると、不意にカラスが飛んできてその指輪を奪って飛び去った。ペーターは石を投げつつカラスを追いかけるものの、指輪を取り返すことができず。 やがて海岸まで出てしまう。カラスが海の中の岩に指輪を落として去っていったので、ペーターは近くに捨てられていた古い小舟でその岩まで指輪を取りに行こうと試みる。しかし小舟は波に流されてあらぬ方向へと向かい、マゲローネの元へ戻ることすらできなくなり、ペーターは絶望に苛まれる。目覚めたマゲローネはペーターが自分の元にいないことに驚き、彼を待つが戻ってこない。 マゲローネは、不慮の事故で、ペーターが戻れなくなったのだと判断し、多くの村や町を通り抜けて、一人旅を続ける。やがて山小屋に住む、羊飼いの老夫婦に出会うと、静かで穏やかな、この場所に住むことに決める。そこで、マゲローネは老夫婦の手伝いや、近くの海岸で難破した人を助けて暮らす。老夫婦が留守の時には、マゲローネは一人で家に残り、 自らの心境を歌う。一方のペーターは、ムーア人の船に捕らえられる。ムーア人たちは、彼が若く立派な体格であることに関心し、スルタンに彼を献上する。スルタンは、ペーターのことを気に、入り、庭番に任命する。ペーターは一人の時には、マゲローネのことを思い、チターを手に歌う。スルタンのもでペーターは、ある程度の自由と、周囲からの尊敬を得たが、 自らの不幸を嘆き暮らして2年が経った。スルータンの娘のズリマはペーターに心惹かれ、ペーターに二人で駆け落ちすることを提案する。ペーターは曲げるおネがなくなったと信じ込んでいたので、これを承諾する。しかし駆け落ち直前にペーターは夢の中で曲げるおネに再会し、自らの愛と信仰を貫くことを決意する。そして駆け落ちのために用意された小舟に一人で、 乗り込み海へと漕ぎ出すと、ズリマが合図のために決めておいた歌を歌うのが聞こえてくる。その頃、ペーターの両親は息子から連絡が来ないため彼の消息を案じていた。そこに去る両親が大きな魚を献上し、料理人が捌くと、魚の腹から母親がペーターに渡した三つの指輪が出てくる。それを見て両親はいつかはペーターと再会できることを確信する。 ズりマの歌が聞こえないところまで来ると、ペーターは勇気を取り戻し、歌いながら、大海原へこぎ出す。やがて、フランスへ向かうキリスト教徒の船に出会い、ペーターは救助される。しかし、小島で休息を取る際に、ペーターは一人花畑で曲げローネのことを思っていると、彼は眠りに落ちてしまう。その間に船は出港することになり、船乗りたちはペーターを呼ぶが現れないため、 彼を置いて出発してしまう。やがて小島を訪れた漁師が失神したペーターを発見し、彼を羊飼いの老夫婦のもとへ連れて行くことにする。漁師たちの言葉に従い羊飼いのもとを訪れた、ペーターは老夫婦の世話になる。彼らはまさにマゲローネが身を寄せていた夫婦であり、マゲローネは直ちにペーターのことに気づく。二人は再会を喜び。 ペーターの両親のもとに戻り結婚する。ペーターとマギローネは再会した場所に宮殿を建て、そこに記念の木を植える。夫婦は毎年春にその木のもとで喜びの歌を歌い暮らした。ありがとうございます。